インディーズ時代とかあったんですか？インディーズ時代ありましたね。全身バンドというか、うん、インディーズ時代全身バンドはありましたね。僕18歳ぐらいの時にジャパメタやってたんですよ。へー、ジャパメタってなんだあれね、ヘビメタの日本のやつ。あー、ジャパメタ、はい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 、うん、へえ、そっからずっと。そこで、そのジャパメタバンド同士のメンバーが、そのイエローモンキーの母体というか、その。ああ。そう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 。へえ。だから、キラーメイってバンドがあってね。へえ。網タイツ履いてやってたバンドがいたの。おお。それがイエローモンキーの後のそのギターとドラムだったりとか。あ、へえ。そんな感じで。それって、僕、それこそその、中学生の時、小学生というか、中学生の時の方が印象が強いかもな。その時に、やっぱ衝撃的だったんですよ。その、なんていうんですかね、ファーとか。ファーね。ファーとか、うん、その、なんていうんだろう、ちょっとこう、人間じゃないというか、なんていうんですかね、その、なんか全く別の生き物というか、むちゃくちゃかっこいい別の生き物を見てるような感覚で、うん、でもちろん自分がいつか曲を作ってそれで人前に出るなんてまだ全く思ってなかったので、すごい人たちがいるんだなと思って見てたんですけど、それってそのジャパメタからのあれなんですか？ファーとか、ファーとか、その髪型とかも結構長かったりとか、色がいろんな色だったじゃないですか、うんうん、金とか、うん、だからちょうどその僕らが憧れたその1960年代後半ぐらいから、はい、70年代の人たち、はい、外国の人たちは、はいはい、毛皮着て、はいはい、上半身裸で毛皮着て、はい、ピチピチのデニム履いて、こうね、はい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 、股間を膨らませて、股間を膨らませてたんですね。まあ態度ですからね。それって要はその、なんだろう、僕らが影響を受けて、その小中学生の時に影響を受けたバンドで、イエローモンキー、ザ・イエローモンキーって名前を出させていただいたりとか、それこそ槙原紀之さんとか。槙原紀之さんファー着てたっけ？いや、じゃあ、ファーじゃないですか。別に今、ファーつながりに行ってない。ファーのくだり終わってるのかな？ファーで挑発だっけ？ファーじゃないです。全然違うんです。どっちでもないですね。はい。なんかそういう風に影響を受けた、でも、方々。ご親戚はファーで挑発だよね、槙原さんは。あ、そうなんですか？ローディさん。あ、そうなんすか。へぇ、あ、じゃあその影響を受けただから繋がってる。じゃあ繋がってるね。すごい。あ、じゃあそのファー予備軍だよ。ファー予備軍僕らもじゃあじゃあ僕らもファーの血が少し入ってるんだよ。ファーでやってよ、ほんとに。もう多分ふざけてるとしか思われないと思うんですよね。似合わない、ファーが。いや、そうかな、吉さんほどファーが似合わないかなって。ファーから離れていいっすか？ファー顔だよ。ファー顔、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 ファーから離れていいですか？槙原紀之さんファー着てたっけ？いや、じゃあファーじゃないですか。別に今ファーつながりに行ってない。ファーのくだり終わってるのかな？ファーで挑発だっけ？ファーじゃないですか。全然違うんです。どっちでもないですね。はい。なんかそういう風に影響を受けた。でも方々、ご親戚はファーで挑発だよね、槙原さんは。あ、そうなんですか？ローディさん。あ、そうなんすか。へぇ、あ、じゃあその影響を受けただから繋がってる。じゃあ繋がってるね。すごい。あ、じゃあそのファー予備軍だよ。ファー予備軍。僕らもじゃあじゃあ僕らもファーの血が少し入ってるんだよ。ファーでやってよ、ほんとに。だからちょうどその僕らが憧れたその1960年代後半ぐらいから、はい、70年代の人たち、はい、外国の人たちは、はいはい、毛皮着て、上半身裸で毛皮着て、ピチピチのデニム履いて、こうね、はい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 、股間を膨らませて、股間を膨らませてたんですね。まあ態度ですからね。それって要はその、なんだろう、僕らが影響を受けて、その小中学生の時に影響を受けたバンドで、イエローモンキー、ザ・イエローモンキーって名前を出させていただいたりとか、それこそ槙原紀之さんとかってね。網タイツ履いてやってたバンドがいたの。おお。それがイエローモンキーの後のそのギターとドラムだったりとか。あ、そんな感じで。で、僕、それこそその中学生の時、小学生というか、中学生の時の方が印象が強いかもな。その時にやっぱ衝撃的だったんですよ。そのなんていうんですかね、ファーとか。ファーね。ファーとか、うん、そのなんていうんだろう、ちょっとこう人間じゃないというか、なんていうんですかね、その
なんか全く別の生き物というか、むちゃくちゃかっこいい別の生き物を見てるような感覚で、でもちろん自分がいつか曲を作ってそれで人前に出るなんてまだ全く思ってなかったので、すごい人たちがいるんだなと思って見てたんですけど、それってそのジャパメタからのあれなんですか、ファーとか、ファーファーとか、その髪型とかも結構長かったりとか、色がいろんな色だったじゃないですか、金とか、うんうんうん、インディーズ時代とかあったんですか？インディーズ時代ありましたね、全身バンドというか、うん、インディーズ時代全身バンドはありましたね。僕18歳ぐらいの時にジャパメタやってたんですよ。へー、ジャパメタってなんだあれね、ヘビメタの日本のやつ。あー、ジャパメタ、はい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 、うん、へえ、そっからずっと、そこでそのジャパメタバンド同士のメンバーがそのイエローモンキーの母体というか、そのあー、そう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 、へえ、だからキラキラとかつながってる、じゃあつながってるね、すごい。あ、じゃあそのファー予備軍だよ、ファー予備軍僕らもじゃあじゃあ僕らもファーの血が少し入ってるんだよ、ファーでやってよ今度。もう多分ふざけてるとしか思われないと思うんですよね。似合わない、ファーが、いや、吉井さんほどファーが似合わないかなって。ファーから離れていいですか？ファー顔だよ。ファー顔、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 ファーから離れていいですか？槙原のりゆきさんファー着てたっけ？いや、じゃあじゃあファーじゃないですよ。別に今ファーつながりって言ってない。ファーの下り終わってるのかな、ファーで挑発だっけ？ファーじゃないです全然違う、どっちでもないっすね。だからなんかそういう風に影響を受けた方々っていう、でも ご親戚はファーで挑発だよね、槙原さんは。あ、そうなんすか？ローディーさん。あ、そうなんすか？あ、じゃあその影響を受けた、だからつながってる、じゃあつながってるね、すごい。あ、じゃあそのファー予備軍だよ、ファー予備軍僕らもじゃあじゃあ僕らもファーの血が少し入ってるんだよ、ファーでやってよ今度。だからちょうどその僕らが憧れたその1960年代後半ぐらいから、はい、あの70年代の人たち、はい、外国の人たちは、はいはい、毛皮着て、上半身裸で毛皮着て、あ、ピチピチのデニム履いて、こうね、はい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 、股間を膨らませて、股間を膨らませてたんですね。まあタイトですからね。それってあの要はそのなんだろう、僕らが影響を受けて、その小中学生の時に影響を受けたバンドでイエローモンキー、ザ・イエローモンキーって名前を出させていただいたりとか、それこそ槙原のりゆきさんとかってね、網タイツ履いてやってたバンドがいたの。おー、それがイエローモンキーの後のそのギターとドラムだったりとか、あ、そんな感じで。で、あの僕それこそその中学生の時、小学生というか中学生の時の方が印象が強いかもな。その時にやっぱ衝撃的だったんですよ、そのなんていうんですかね、あのファーとか、ファーね、ファーとか、うん、そのなんていうんだろう、ちょっとこう人間じゃないというか、あのなんていうんですかね、そのなんか全く別の生き物というか、むちゃくちゃかっこいい別の生き物を見てるような感覚で、でもちろん自分がいつか曲を作ってそれで人前に出るなんてまだ全く思ってなかったので、すごい人たちがいるんだなと思って見てたんですけど、それってそのジャパメタからのあれなんですか、ファーとか、ファーファーとか、その髪型とかも結構長かったりとか、色がいろんな色だったじゃないですか、うんうん、金とか、うん、インディーズ時代とかあったんですか？インディーズ時代ありましたね、全身バンドとか、ファーファーとか、そのファーそ、ね、髪型とかも結構長かったりとか、うん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 、色がいろんな色だったじゃないですか、うんうん、金とか、うん、だからちょうどその僕らが憧れたその1960年代後半ぐらいから、はい、あの70年代の人たち、はい、外国の人たちは毛皮着て、はいはいはい、上半身裸で毛が着て、ピチピチのデニム履いて、こうね、はい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 、股間を膨らませて、股間を膨らませてたんですね。まあタイトですからね。それってあの要はそのなんだろう、僕らが影響を受けて、その小中学生の時に影響を受けたバンドで
イエローモンキー、ザ・イエローモンキーって名前を出させていただいたりとか、それこそ槙原紀之さんとか。槙原紀之さんファー来てたっけ？いや、じゃあファーじゃないですよ。別に今、ファーつながりに来てない。ファーの下り終わってるので挑発だけ。ファーじゃない、全然違うんです。どっちでもないですね。だからなんかそういう風に影響を受けた方々っていう。でも、ご親戚はファーで挑発だよね、槙原さんは。あ、そうなんですか？ローリーさん。あ、そうなんですか？あ、じゃあその影響を受けた、だから繋がってる、じゃあ繋がってるね。すごい。あ、じゃあそのファー予備軍だよ。ファー予備軍。僕らもじゃあ、じゃあ僕らもファーの血が少し入ってるんだよ。ファーでやってよ、ほんと。ファーもう多分ふざけてるとしか思われないと思うんですよね。似合わない、ファーが。いや、吉井さんほどファーが似合わないかなって。ファーから離れていいっすか？ファー顔だよ。ファー顔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 。ファーから離れていいですか？槙原紀之さんファー来てたっけ？いや、じゃあファーじゃないですよ。別に今ファーつながりに来てない。ファーの下り終わってるので挑発だけ。ファーじゃない、全然違うんです。どっちでもないですね。だからなんかそういう風に影響を受けた。でも、ご親戚はファーで挑発だよね、槙原さんは。あ、そうなんですか？ローリーさん。あ、そうなんですか？あ、じゃあその影響を受けた、だから繋がってる、じゃあ繋がってるね。すごい。あ、じゃあそのファー予備軍だよ。ファー予備軍。僕らもじゃあ僕らもファーの血が少し入ってるんだよ。ファーでやってよ、ほんと。だからちょうどその僕らが憧れたその1960年代後半ぐらいから、はい、あの70年代の人たち、はい、外国の人たちは毛皮着て、はいはいはい、上半身裸で毛が着て、ピチピチのデニム履いて、こうね、はい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 、股間を膨らませて、股間を膨らませてたんですね。まあタイトですからね。それってあの要はそのなんだろう、僕らが影響を受けて、その小中学生の時に影響を受けたバンドでイエローモンキー、ザ・イエローモンキーって名前を出させていただいたりとか、それこそ槙原紀之さんとかってね、網タイツ履いてやってたバンドがいたの。おー、それがイエローモンキーの後のそのギターとドラムだったりとか、あ、へー、そんな感じで。そって